おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は神奈川県葉山町高野山真言宗玉蔵院副住職本田法人さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今週は本田法人さんとおしゃべりをしてきましたが、はい、今日がラストということで、はいですね、はい、グッドアンセスターという本をね、翻訳したんですけど、はい、それはちょうど昨日、本田さんが言ってくれたような、そう、まあいつかね、自分グッドアンセスターだから良き祖先という、そうですね、はい、意味なんですけど、いずれ自分自身も、まあ、死んで、未来の人たちの祖先になると、その時に、はい、まあ、未来の人たちが、かつての人たちはどんなことして生きて、いったのかなっていうことを振り返った時に、まあ、そう胸を張れるような、うん、良き祖先になれるようにするには今どう行動するのかっていう、まあ、そこを問う本なんですけど、はい、そうですね、僕もこの、まあ、コロナに始まったことではないんですけど、まあ特に、今ここ数年いろいろ考えることがあって、まあ、いろんなことも起こるし。はい。で、まあ、そんな中で自分はどう生きたらいいのかなって、どう死んでいったらいいのかなとか、別になんか死に方とかはそんなに興味はないんですけど、でも、そう、何をなすべきかみたいなことは結構考えるんですよね。はい。で、ただ、まあいろいろこう情報を得たり、専門家の話を聞いたり議論したりもしてきたんですよ。コロナになってから、いろんなジャンルの専門家の方と勉強会とかを開いて、まあ、アフターコロナの世界どうなのかみたいな、うん、でなかなかやっぱり悲観的なね、話も多いし。はい。うん。時に絶望的な気持ちになるというのか、いや、なんかもうこれ焼け石に水だな、みたいな。何をやっても。まあ、そんな気持ちにも、はい、まあ、多少投げやりな気持ちになりたくもなったりして。はい。うん。でもそんな、そう。でもそういう時って大体やっぱ自分自身の考え方、頭の中も何かこう大きな主語で考えがちになっている。なんかもうこの、例えば資本主義のシステムがとか、はい。この大犠牲民主主義のこの限界があるんじゃないかとか、はい。うん、いや、もうこのシステムである限りどうしようもないよね、みたいなことは考えてしまうと、もう、そう、焼け石に水な気持ちになって、焼けっぱちになってくるというのか、はい、うん、まあ、何やっても無駄だよねっていう気持ちにもなりたくもなるんだけど、でも、昨日本田さんが言ったように、自分にしかやっぱ手が届かないところっていうのは、まあ、みんなそれぞれあるんだから、はい。そう、まずはそこから始めたらいいし、始めるしかないし、
そしてなんか大きなシステム変更改革とかっていうのはまあ結果的に起きるかもしれないけど、まあね、多少マシ、システムがマシになるっていうことは大事なことではあるけれども、でも、システムが入れ替わったところで、それはずっと人間社会でずっと続けられてきたことであり、はい、うん。なんか何かシステムが変わったからって根本的な解決になるかって言ったら、そんなことは今までもなかったし、これまでも、これからもないんだろうから。はい。と考えると、やっぱり、焼け石に水と思う暇があったら、まあ、まずできることからやっていくことだよねっていうふうに、やっぱ、いろいろ言いましたけど、そう、最近は思いますね。そうですね。なんかそこに対して思うこととしては、どんなこう、仕組みであったりシステムがあっても、作るのは人間だと思いますし、やっぱその人間の中での一人の人間としてできることをやらないといけないと思いますし、あとは諦めちゃいけないなっていうのはすごい思います。なんかこう、うん、安西先生じゃないですけど、なんか諦めちゃったらその分のこう、未来に残せるものがなくなっちゃうのかなっていうのも思ったりはするので。はいはい。あ、スラムダンクの安西先生。そうです。そうです。はいはい、なので、なんかそこは別に自分の人生の中で開花しなくても、それがつながっていけば、もしかすると、どこかのタイミングで開花するのじゃないかなって思うので、諦めない方がいいかなって思います。うん。そうですよね。で、まあ、無力感とかも、感じる人多いと思うんですよ、現代社会で。そうですね。うん。で、それは、まあ、ちょっとこう、システムのことを考えがちなんで、まあ、許してもらうと、はい、その、どういう今のシステム的に問題があるかっていうと、やっぱ、コミュニティというのか、人のつながり、要は社会の単位がでかくなりすぎちゃって、うん、うん。国。じゃあ日本、国、1億2000万とかだと、なんかでかくなりすぎると顔も見えなくなって、自分はどこの何の役に立ってるのかもわかんないし、はい、結局いろんなものと実はつながってはいるんだけど、あまりにもでかすぎて、疎外感、うん、が出てきてしまう。はい。だから多分、もうちょっとその、自分が、あ、本当にこの中で、生きているんだな。で、こうして繋がって、自分が、誰かの役に立てているんだなとかっていう実感を持てるのって、顔が見える範囲は、なんかダンバー数とかつって、100から150っていうね、研究でもう言われている数字もあるし、はい、まあ、もうちょっとね、顔が見え、全員をアイデンティファイできるわけではないけど、でも、まあ、なんか、自分はこのコミュニティの中で生きられてるなっていう実感が持てる。で、その自分自身がそこをどうしていこうかっていう意思決定に多少なりとも関与できている感じを持てるのって、まあ、せいぜい村。そうですね。その人数だとそうですね。単位のね、まあ、葉山町ならそうかもしれない。葉山町でもちょっとでかすぎるかもしれないけど。そうですね。うん。っていう単位だと思うんで、まあもうちょっとね、その多分、まあ、縄文時代に帰、そのまま帰れとは言えないけど、でも、なんかそういう村単位の、うん、ところから作り直していく必要があるのかなっていうのはまあ思うんですよね。うん。なんか今のお話だと、なんかこう横軸だなって思ってて、なんかそれ別に批判してるわけではなくて、うん、なんかこう、一人一人が世界だなとも思ったりするんですよ。はいはい、はい。なんかこの一人一人に至るまでに縦軸があって、多分その人の一人の世界が出来上がっていると思っているので。
縦軸は、その歴史も。そうです。歴史は血のつながりのある方ではなくて、今はなんか我々が生きているのっていうのは多分、いろんな人たちの先人たちの知恵であったり、経験であったり、結果の上で我々が道路とか、もう本当にあらゆるものですよね。今享受しているものが結果として現れているものを、今の時代の我々として享受しているので、なんかそこに対しての感謝の気持ちはやっぱりないといけないなって思いますし、なんかこう縦軸でもあり横軸でもあるのかなっていうのは思います。だからなんかこう今自分がいることに対しての何ですかね。だから感謝の持て、あの気持ちを持てとかではなく、自分が今いることも一つの真実であり、まあ世界を作り上げていることでもあるのかなと思ったりは、ね、ちょっと。ね。はい。抽象的な話になってしまうんですけど。いやいや、いや、そうだと思います。その縦軸。今すでにこうしてあること、こと自体、決して、切り離されて存在しているわけではないっていうんですね。そうですね。うん。いいね。なんか、縦軸と横軸で、だんだん、マンダラ感が。いや、マンダラ感はすごいありますね。なんかそこは、金剛マンダラ、金剛界のマンダラと、泰造マンダラっていうところは、すごい、なんかこう、縦軸と横軸の関係性かなと思ったりはするので。うん。いや、ぜひ、なんかちょっと、その辺、本田さんなりの、なんていうかな、密教感と、なんか、やっぱ仏教って、はい。知識として、はい。じゃあ、高野山に行ったら、専修学院で、はい。まあ、カリキュラムをやるわけですけど、でも、はい。まあ、それが結局、ただ知識としてっていうことじゃなくて、自分自身の世界に、の見え方とか、世界との関わり方っていうところにどう生きてくるかが大事ですよね。はい、そうですね。わかります、うん。じゃないと、単なる、仏教の、まあ、教義でしかないんで。仏教学でとどまっちゃうというか。うん。っていうところからすると、今の本田さんにとってのなんか、まあ学んできた仏教っていうのかな。まあ、もちろん密教なんですけど、それはなんかどんな風に、自分の中に落とし込まれているというのか、生きているというのか、どんな感覚がありますか？なんかあります？そうですね。なんか、対自分と対他者というか、いう感覚はさっきのところに通じてきますけども、なんか金剛マンダラ自体が、金剛界のマンダラ自体が自分というものに対してフューチャーしているかなと思うというか、自分の心であったり、自分の精神性っていうところに対して、まあ、手法を通じてっていう、すごい実践的なマンダラではあるので、なかなかそれを競技として説明するのは難しいんですけれども、自分の心ってなかなかわからないじゃないですか。うん。自分の持っているものであったり、自分の心って多分宇宙ぐらい広いかもしれないし、なんかそういうこう、知ったような顔して本当は知らないことって自分の中にはあったりして、なんかそれを突き詰めていくのが対自分というか金剛マンダラでの教えなのかなっていうことと、金剛界マンダラでの教えなのかなっていうことと、あと泰造マンダラでは放射状に描かれているっていうのは、多分さっきのお話ししたような、そうですね、いつだったか先々週かくらいにお話ししたような、救うものであり救われるものであったりとかっていう、こうと他の人たちとの関わり、中でどういうふうに生きていくかっていう
ところの両面だと思うんですよね。物事って黒とか白とかで分かれないことばっかりだと本当につくづく思うので、なんかそれを両面あるからこそ保てることってあるのかなって思うので、なんかそこはもしかすると密教的な教えが今の自分の、意識であったり何かこう行動に対して影響が及んでいるのかもしれません。うん。その世界観なのかビジョン、はい、において自分っていうのはどんなものなんですか。今週の話の中で多分、特に今日かな、その宇宙、はい、うん、何かそのこの世界の中で骨年と何かを切り離されて孤独に存在している私っていうイメージではなく、私自身が宇宙であるみたいな、なんかそんな見え方がしているのかなっていうのもなんとなくこう話から感じたんですけど。はい。なんかそんなにこう別に私は大層なことを考えてないんですよ。もう基本的には楽しく生きてりゃいいなって思ってそうですね。うん。けれども、なんかみんながというよりも他者があってこその自分だなって常々思いますし、その今につながる自分というのも、うん、もう血のつながりであったり、血のつながらない方であっても支えてきてくれた方々がいたっていうのもあるので、そこはなんかこう、世界の中での自分と自分につながる世界っていうところではあるのかなって思います。ちょっとあんまりうまく表現できてないんですけど。うん、だからこそ、じゃあ今のその自分の中の世界であったり、自分の関わる世界に対してどんなことができるかっていうことを、さっきの話したような楽しくっていうところをテイストとして今活動として行っているかなと思います。うん。まあいい時間にもなってきたんで、そのじゃあなんかもし告知とかあれば、そのね、活動っていう話も出たんで。はい。4月の8日が、お釈迦さんの誕生日で、花祭りというのが行われているんですけども、全国各地のお寺さんで。で、その、週末、4月の9日、10日に花祭りウィークエンドという、イベントを行おうと思っておりまして。で、お釈迦さんの誕生日というのは、まあ、本当にあくまできっかけでしかないんですけれども、なんかこう4月という新しい季節に、何ですかね、楽しいことがなかなかこう規制されたりしているんですけれども、寺という半公共の場で、楽しいイベントというか人の集まるイベントを行うことによって、もしかすると、寺社仏閣というか、なかなかお祭りも、まあ町内でもそうですし、全国的にも、人が集まるということが、今でも、なんかこう、規制されてたりはするので、あそこの寺で行っているんだから、ちょっとでも、なんか、続けてみないかっていうのは、自社仏閣としてやれることなのかなとも思いますし、あとはオフラインでの会って話しするっていうことに対しての、こう、喜びであったり、楽しいっていう感覚、その時間を過ごしたっていう感覚があるだけで、その2日間以外の残りの363日をもうちょっと頑張ってみようかなって思えるようなイベントにしたいなと思っているので、去年の第1回目、そして今年の第2回目も、また新たな試みも行おうと思っているので、もしよろしければ、葉山に遊びがてら来ていただけると思います。おー。いいんですね。檀家さんじゃなくても
全然関係ないです。もう檀家さん全然来てなかったですもん。そうなんだ。ああ、じゃあ誰でも、誰でもできます。花祭りは葉山へ。はい、あの私は坊さんと話そうというあのブースでずっと2日間話し続けているのですごい、もう声枯れそうだね。声枯れそうです多分。ああ、いや、じゃあぜひぜひ。はい、いや本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。元気そうでね、うん、立派になってられていて何よりです。いや全然です本当に。じゃあまたお互いに、元気で、はい、励み、また再会を楽しみにしましょう。はい、何卒よろしくお願いいたします。はい、ではでは、どうもありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。失礼いたします。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。
このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。